はい、どうも、ピクツイオスです。今回はですね、2023年12月発売のトミカリミテッドヴィンテージネオの2種類、こちら紹介していきたいと思います。まあ、ついにね、ジオコレ64のね、警察。これの第2弾が出ましたのでね。ではまずね、このジオコレ64の方から見ていきたいと思います。ジオコレ64、カースナップ16-B、警察2。こちらは税込み7040円で、2022年11月に販売された 16A、警察の仕様違いとなっておりますね。 A の方では神奈川県警察のオーテック GTR パトロールカーの方をモデル化していましたが、今回はですね、埼玉県警察の高速道路交通警察隊で使用されている RX7 が付属しますね。箱はこのようになっておりますね。一瞬実写かと思いましたね。これすごいですね。こんな風になっておりますね。とりあえず開けていきましょうかね。背景の写真はね、前回と同じく国会議事堂の前ですね。で、今回も2段構造となっていますね。ここにね、ミラーパーツとアンテナパーツが付属しますが、埼玉県警の車両はね、現在アンテナつけてないんで、まあつける必要もないかと思います。こちらが付属する RX7 のパトロールカーですね。実際に埼玉県警察の高速道路交通警察隊で使用されている車両で、オートジャンボリーとかにもね、来る車両ですね。で、今回 TLV でも初ですね、レーダーパトカー仕様を再現しておりまして、この RX7 のパトロールカーは1997年度に高速2型として宮城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、京都に配備されました。で、レーダー装置なんですけども、これは松下通信工業製の通称ラッパ型レーダーですね。これを再現してますね。TLV じゃなく、ただのトミカリミテッドでもね、千葉県警察仕様で出たんですけども、それっきりでしたんでね、ちょっとこれは嬉しい新規パーツですね。フロントこのようになってますね。ボンネット上にはバグガードと呼ばれるね、この板が再現されておりまして、ここにね、曲実証もありますね。で、ポジションランプもね、クリアパーツで再現されておりまして、バンパー内にはね、こう、ランプが再現されているのがわかりますかね。このようになっております。サイドはこのようになってますね。ドア部分には埼玉県警察という表記が入っておりまして、ここにね、ウインカーも再現されておりますね。まあ、これは通常のトミカリミテッドヴィンテージもそうなんですけどもね、ドアミラーがね、別パーツで再現されておりまして、ユーザー取り付けパーツとなっておりますね。リアこんな感じですね。一応実写の画像も貼っておきましょうか。RX7 のね、TLV 自体はね、2018年9月に登場した LVN184 の A、アンフィニ RX7 タイプ R をベースにしておりまして、パトカー仕様は2019年3月に LVN180 の A、マツダ RX7 パトロールカーとして群馬県警察のものが登場していました。まあ、なので今回はそれをベースにしたレーダーパトカーですね。で、このようにね、低ランプなどもね、単歩射で再現されておりますね。マツダのエンブレム。それからハイマウントなんかもちゃんとね、単歩射で再現されておりまして、このようにね、マフラーもね、塗装されておりますね。で、ちゃんとこのスポイラーのところにね、埼玉県警察と実車同様に表記が入っておりますね。で、ここが本来ね、トランクリッドアンテナなんですけどもね、現在ね、実車の埼玉県警車両がね、アンテナ外してあったんでね、まあ、つけなくてもいいかなと思います。で、助手席側ですね。一応サスペンションも稼働しますね。そしてね、今回の目玉であるね、レーダーパトカーのレーダー装置ですね。赤色灯の中央部分、本来はね、ここにドライバーユニットが付いてるんですけども、この部分に速度測定用のレーダー装置、これが付いておりまして、これが照射部分ですね。まあ上から見るとこのようにね、ラッパのようになっていることから、ラッパ型レーダーと呼ばれてますね。赤色灯自体はね、パトライトのエアロソニックのドライバーユニットが外れたバージョンですね。ちなみに実車のパトカーはこの辺ですかね。ここら辺にね、ドライバーユニットが取り付けられていますね。シャーシコのようになってますね。LVN174 とありますね。で、今回はですね、パトカーだけではなく、警察官にもね、変化がありまして、まあ、無線をする警察官っていうのはこちらですね。以前販売されたジオコレ64の警察官は、水色のワイシャツを着てたんですけど、今回は白色のワイシャツとなっておりますね。で、停止する警察官もね、このようになっておりますね。まあ、誘導灯を持ってまして、緑の腕章と、一応反射チョッキを着てますね。
カモを誘導するね、警察官。こちらも白いワイシャツですね。で、こちらがカルガモの親子ですね。以前販売されたやつに比べるとちょっと色が薄い気もしますけどもね。あんまり違いはわかりませんね。そしてバリケードですね。ちょっと白いので分かりにくいと思いますけどもね。前回のものと多分一緒ですね。違いがわかりません。まあ、残念ながら今回もね、タイヤ部分、このキャスター部分ですね。これが塗装されることはなかったですね。で、パイロンですね。今回も3つ付属しまして、多分色も一緒ですね。白い反射板っていうか、反射テープですか？あれがついたやつを再現してもよかったと思うんですけども、特にそれも再現されずですね。自転車はね、前回のやつが白色だったんですけども、今回はね、青色の自転車となりまして、乗ってる人もね、なんかスバリストみたいな格好をしてたんですけども、今回はね、黒色のズボンにグレーのシャツ、で黒いヘルメットですね。前回はね、黒色のカバンだったのが緑色のカバンになりましたね。で、矢印方向盤ですね。前回は白色に赤色という、交通機動隊とかでよく使われる LED 式のやつですね。あれだったんですけど、今回はね、よく工事現場とかで使われるようなね、赤字に白い矢印というね、事故処理車とかでも使うのかな。そんな感じのね、矢印方向板となっておりますね。で、相変わらずこっちはね、裏はね、何にもないですね。両面にしてくれたらすごいいいんですけどね、そこまではされないですね、さすがに。続いてこちらですね。LVN304-A。トヨタカローラレヴィン2ドア GT アペックス85年式ですね。こちらのモデルは税込み3300円で販売されたもので、 TLV では2023年6月に LVN284-A としてトヨタカローラレヴィン2ドア GT アペックス84年式が前期型のものですね。これが登場しておりまして、今回は後期型を再現してますね。箱はこのようになっておりますね。開けていきましょう。こちらもね、スポイラーパーツがユーザー取り付けとなっておりますね。こちらですね、1983年に登場したトヨタ4代目カローラレヴィンを再現したモデルですね。ただこちらは1985年にマイナーチェンジした後期型の2ドアノッチバッククーペを再現しておりまして、グレードは GT アフェックスですね。ちょっと実写画像は前期型になるんでちょっと違いますけどもね、同じハイフラッシュツートンというボディカラーですね。トヨタ博物館に所蔵されている車両ですね。まあやっぱ86っていうとね、イニシャル D の影響でどうしても3ドアのイメージが強いですけどね。こちらの2ドアだってちゃんとね、AE86 トヨタカローラレヴィンですね。フロントこのようになってますね。ヘッドライトはクリアパーツで再現されておりまして、グリル中央部にレヴィンの表記。そしてね、フォグランプもね、タンポイ撮影で再現されておりますね。で、バンパー部にはウインカーと白色のナンバープレートが再現されておりますね。サイドはこのようになってますね。こちらもね、一応サスペンションが稼働しますね。やっぱこの赤黒ツートンもかっこいいですよね。で、ここにもね、レヴィンって書いてありますかね。この部分ですね。ステアリングなんかもこのようになっておりますね。リアはこのようになってます。アペックスのグレード表記や、レヴィンという表記ですかね。こういったものが担保させて入っておりまして、テイランプなどがクリアパーツで再現されておりますね。かなりクオリティは高いんじゃないでしょうか。マフラーもちゃんとね、シルバーで塗装されておりまして、一応穴も開いてますね。助手席側ですね。運転席側同様にドアハンドルが黒く塗装されておりまして、鍵穴なんかも再現されてますね。で、ワイパーなんかも再現されておりまして、このようになっておりますね。で、シャーシこんな感じですね。まあ一応ね、リアの画像もね、貼っておきますかね。通常品のトメガの方ではね、トレノがこの2ドア仕様を出してたんですけどもね、まあなかなかかっこいいですね。こうなるとやっぱり、3ドアの AE86、しかもレヴィンの方をね、欲しくなりますね。まあ3ドアの方はいろんなとこからね、モデル化されてるんで、出ないかもしれないですね。ぜひ出してほしいですけどもね。はい、というわけで今回はね、こちらのね、2種類紹介させていただきました。ジオコレ64カースナップ警察に関してはね、前回もそうなんですけどもね、今回はね、高速道路交通警察隊所属車両ということでね、その前回も言いましたけどもね、警察官と装備の仕様がなんかちぐはぐになってしまうんですよね。まあ、3があるかはわかりませんけどもね、第3弾が出るときはぜひね、日産の E24 型キャラバンの遊撃車を出してほしいですね。カルガモと自転車はなくてもいいんでね、ちょっと出してほしいですね。
まあそもそもいい2音をね、TLV でぜひ出してほしいですけどもね。今度出るボンゴブローニーが売れたらその可能性も否定はできないのかなと思います。まあそんなわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。